この町でどうしても知りたい情報があるとき、行くべきところは一つだけでね。あ？偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。ああ、もし誰かが偉人さんの金庫をぶち壊そうとしているとして。まあ今回で言うとその誰かはマブチってことだけど、その異変にコミジュルが気づかないわけがないよ。なんせ連中はこの町の情報で飯を食ってんだからね。偉人町にも情報屋ってのがほぼにいる。だがそいつらのネタの大半は元をたどりゃコミジュルが情報源だ。はあ、一体どうやってんのかわかんねえが、連中は精度の高い情報を手に入れる仕組みを持ってるらしい。なるほどね。他に当てがあるなら別にコミジュルでなくてもいいよ。よそでマブチの店長殺しが証明できるんならそれも結構。お前らが答えを持ち帰るまでは頭たちも生かしとくよ。ただしとんずらはできないからね。偉人中を出ようとしたらその瞬間こいつは殺す。そしてお前らはもちろんその家族、友人、知人もただじゃ済まさない。ちょっと何よそれ。やめとけ。常識が通用する相手じゃねえよ。まあ俺もさ、正直必死なんだよね。もしマブチが裏切ったとなるとうちは真っ二つじゃん。そしてその時青龍会とコミジュルがどう動くか頭使っていろいろ備えとかなきゃなんないし、まあマブチが黒だったらの話だけどさ。でももしマブチが白だったらここにいる全員楽には死ねないからね。そこそこよろしく。笑顔で言うんじゃねえよ。じゃあマブチがその店長を殺したってことを明らかにする証拠、それを見つけてきてよ。春日、もうここで俺らにできることはなさそうだ。分かった。もう知ってると思うけど、コミジロは半端じゃないよ。証拠を手に入れても奴らに消されちゃ意味ないからね。ではお気をつけて。どんだけ嫌味だよ。春日、さっさと動くしかねえぞ。まあ、分かった。おい、私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。そうね。さあ、今日も一丁頑張ります。営業開始だ。はい。わあ、一番せんべいだ。おお、一番せんかの社長の春日一番さんだ。私が社長です。
美味しさ一番、一番せんべい。笑顔が一番、一番成果です。わかった。さあ、今日も一丁頑張りますか。株主総会、行くぞ。それでは決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。おお、総会にしてやるぜ。私の意見は納得できましたよ。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。利益出せんだろうがよ。調子に乗ってんじゃねえぞ俺。聞いてくれ。とにかくこう考えてみて。ご質問のある株主の方はぜひお願い。とにかく気に食わねえんだよ。聞いてくれますか。私の意見は、どうせこっから下り坂になるさ。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。とにかく気に食わねえんだよ。誠に申し訳ありません。株主の方は挙手をお願いいたします。どうせすぐ信じる。私の意見だ。確かにそうだけどよ。ご質問のある株主の方は甘すぎるんだよ。どうせすぐ失墜するって。甘い甘すぎるんだよ。すみませんでした。ご質問のある株主の方はぜひお願い。とにかくムカつくんだこら。甘すぎるんだよ。うまくいった。これにて定期株主総会を終了いたします。最高の株主総会だ。株価大幅アップだ。上がってきたぜ。ランキングがアップしました。
はい。了解しました。はい。わかった。あれ？どうしたんですか、春日さん。暗い顔されて。どうしたんじゃ。そんなパンチパーマが失敗したような頭になって。頭は前からだ。実は。そうなんですか。株価ランキング20位以内と。え？な。移転って、ここから。そういうことになる。すまねえ。嫌だよな。俺勝手に突っ走って必要以上に会社をでかくすることが目的じゃねえ。今の一番それなのに場所を移すだなんて。やっぱ俺ニックに言うわ。出資はもういらねえ。一番やったー。ほへえ。いいじゃないですか移転。せっかくだから綺麗な新築のいいの。実はわしこっそり駅近くの高層オフィスビルなんじゃが。おいおい、ちょっと待てって。いいに決まってるじゃろ。もともようやく復活への第一歩じゃよ、新車。それならよかったぜ。そうじゃ、せっかくの機会なんじゃし。社名を今のわしらは成果以外の仕事もやっておるじゃろ。ずっと一番成果のままだと。確かに貸し会社というイメージがつきすぎる。そう言われればた。いろいろな事業を展開する企業は一番ホールディングスか。もちろん構わん。わしはこけごっこもいいか。よし、じゃあ決まりだ。はい、一番ホールディングス。さてと、じゃあ移転さ。え、はい。でも春日さん、この土地に来てからまだ長くないです。わしらに任せておけ。はい、堂々とお任せください。わかった。なんだか嫌な予感がする。ようこそ、一番ホールディングスへ。いやー、いいですね。
ね。本当じゃな。これならもっと長生きできそうじゃ。確かに一気にスケールアップした感があるな。だけどよ、いやいや、笑顔でごまかすなって。いくらなんだ。そんなことないよね。うん、そんなことはないぞ。あ、そうだ、私たちはよ。ん、なんだこれ。100億。お前らコスパがいいビルを用意します。あばばばばばば、すまんすまん。最初はそう、いろいろオプションがありまして。落ち着いたと、じゃねえよ。ダグ、まあでも大丈夫、このくらい。ちょちょ、そうそう、先行投資。まったく、じゃんじゃか稼いで。このビルじゃお、カスワさん、ああよし、笑顔が一番。足立さん、この辺ってもう、ああ、すでにコミジュルの島だ。ヤバそうな空気だ。ちょっと何、そんな深刻そうな声出さないでよ。なあ、ちょっと待った。あ、誰あれ。こんな暗い夜にサングラスか。でもいい女だな。まあ確かにモデルみてえだ。あの手の女は性格悪いのが多いわよ。美人ってのはそれなりに一癖あるもんさ。それも魅力なんじゃねえか。何その変な理屈。ちょっと聞こえてるわよ。誰なんだ、まさかコミジュルの人間か。うん、わかんねえよ。よし、聞いてみるしかねえな。おい、カスカ。いや、どうも。俺の名前は、こんばんは、春日一番と愉快な仲間たち。俺らのことは承知ってことかい。ええ、もちろん。もちろんときたが、みんな危ない人じゃねえみてえだぞ。つまりあんたコミジュルの人間だよな。そうね。え、どこが危なくないのよ。まあまあ、じゃあ俺らがここに来た要件も分かってんの。ラオマーがソープの店長を殺したと示す証拠、それがご希望の品でしょ。あるの、そんなものが。多分ね。案内するわ。トントン拍子じゃないの。まあそうだな、美人に根っからの悪党はいねえんだよ。そのスケベ根性、いつか絶対ひどい目に遭うわよ。こっちよ、ついてきて。あのさ、俺ら少し前にコミジュルの人たちと揉めたことがあるんだけど。へえ。スナックの人たちに頼まれて、ほら、東電の件で。もう済んだ話でしょ。え、そう？いや、それならいいんだけどさ。そんなに怖がらないで。怖がるって、
あれ、そんな風に見えちゃってる？大丈夫よ。でも怖がってる顔もなかなか可愛いわよ。そう？まあたまに言われるんだけどさ。どいつもこいつもだらしない。なんかずっと人気がないよな、この辺って。カスガ、俺はこんな奥まで来たことねえ。ここらはもう完全にコミジェルの懐の中だな。あ、そんな気がするな。私ももう引き返せねえってことか。どうしたの？ひそひそ話なんかして。ああ、なんでもないんだよ。失礼。気が進まないなら帰ってもいいわよ。別に無理にとは言わない。よく言うわ。私たちにはもう選択肢がないって。それも分かってるんでしょ。意地悪なこと言わないでよ。そうね。じゃあさっさと行きましょうよ。分かったわ。なんか女の戦い、おっかねえな。何これ、めっちゃすごい。知ってたか春日、コミジュルは韓国語で蜘蛛の巣って意味らしい。なるほど、納得だね。てかこんなに電線引き込む意味って何なんだ？ご希望の品はこの一番上よ。おっと、何、何なの？脅かすなよ。たかがゴキブリじゃねえか。俺んちで見るのよりやけにでかかったからつい。なあみんな、もっと驚くことがあるぜ。え？女が消えた。え？バカ野郎、一番なんで目離したんだよ。あんたもだろ。おい静かにしろって。誰かいるぞ。あ、出た！ボウガンだ！コミジュルのやつか？どう見ても歓迎されちゃいねえな。気持ち悪いおめかぶりやがって。なんだよ、ボウガン一本でもう終わりかい。何も言わねえのか？なら次はこっちから行くぜ！次はまだ手加減しねえぜ。行くぜ！おっしゃ！行くぞ！
ちょっと。おい。おう。ああ。どうよ、渡り切ってやったぜ。生きた心地がしなかった。生きてるのが奇跡だ。スカートの中見えなかったか。お。うん。ああ。おう。ここにいたか。見つけたぜ。お、いたぞ。早く見つけねえと。
つけたぜ。どこに逃げやがる。早く見つけねえと。お、いたぞ。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。虫が顔に当たってな。ったく驚かせやがって。それはこっちのセリフなんだけど。おい、